9月16日毎年恒例のガンバ大阪ファン感謝デー2018が行われました。スタジアムにはおよそ6800名のファンクラブ会員が集結。開演前にはガンバとリンクレイがコラボした G クイズラリーや、参加賞として先着1000名にクリアファイルがもらえるアメックスブース、選手の等身大パネルが並ぶアンブロブースなどが登場。そしていよいよ選手が登場。今年のテーマは触れ合い勝負対決。青チーム黒チームに分かれ勝利を目指します。今日は体調管理などには気をつけながらも、短い時間ですが楽しみましょう。まずは第1部、選手が各イベントに参加。東口選手は自慢の書道を披露。藤本選手はファンとバスツアーへ。可愛い掛け声で始まったスイーツデコ講座。一丸選手はプレーと同じく周りを生かしチームを牽引。枕投げではアデミウソン選手、ファビオ選手が枕を投げる投げる。今野選手はみんなと可愛く最初は G じゃんけん大会。トークショーではあの話題も。俺のこだわりシリーズ、宮本監督が最初の試合は黒のポロシャツにグレーのパンツで白のスニーカーというコーディネートだったんですけれども、はい、話題になってましたよね。はい、噂は聞いております。噂は聞いております。はい、知らんやろほんま。知ってるほんまに。いや、うちのね嫁さんが言ってましたよ。監督がファッションで注目を集めるってなかなか聞いたことないですよね。そうですね、やっぱ常さんだからこそじゃないですか。第2部最初のイベントはキャプテンを救え罰ゲームボックス。ありますよ。手錠されたキャプテンの鍵を探し出すこのゲーム。最初に鍵を見つけ出したのはオージェソク選手。しかし全くサイズが違いました。その後黒チームが本物の鍵を持ってきて青チームはまさかの敗戦。青チームキャプテン倉田選手にはこの罰ゲーム。エンタメ対決では若手新人選手が躍動。ご覧の通り気合十分。2人の裏テーマは恥を捨てる。いるなら言ってくださいよ。カツアゲされた人はかわいそすぎますよ。続いて幅広い年齢層に人気のひょっこりはん。レッツゴーレッツゴー。はい、ひょっこりはん。後輩の2人もこの反応。顔面白塗りにされたこちら、誰かわかりますか？付き合っていました、ジャックちゃん。ジャックちゃんでした。やりきりました。ジャックちゃん。ダンスだけでなく笑いも求められるのがガンバのファン感。見事サビでは意表をついた笑いでプライドを死守。新加入選手も強制参加。しかし渡辺選手は意外とハイテンション。青チームに負けじとネタも織り交ぜ会場を魅了。そして最終結果は、見事勝利したのは黒チームの皆さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そうなります。敗れた青チームにはパイ投げの罰ゲームのはずが、最後は勝敗関係なくステージは大荒れ。監督は舞台裏で余裕の表情。ところが、今日はあの楽しい一日ありがとうございました。ちょっと待て、まだ準備できてないから、ちょっと待て。応援またよろしくお願いします。ありがとうございました。このファン感を余すところなく映した DVD&Blu-ray が発売となりました。皆さんぜひご堪能ください。